僕らの、キャラ紹介3人目は、真面目で家族思いの第一の紹介です。家族構成は第一と妹2人、弟1人の4人で生活している。3年前に父親が失踪してしまい、家族の生計を立てるため新聞配達のバイトを行っている。叔父に一緒に住むことを誘われていたが、父親が帰ってくる場所を残すために誘いを断っていた。自然学校では自分の妹と同い年の、かなり辛く当たる後ろと衝突することが多々あった。バイト先で遊園地のチケットを4枚もらい、もらったその日はおじさんの仕事の手伝いに行くため、次の日に4人で遊園地に行くこととなった。しかしその夜、大地の住む町に4体目の敵が現れる。相手は見た目が特徴的なドラム。転がって攻撃してくるドラムを海に運び、町への被害を抑える大地。最後は回転面に腕を刺し装甲を剥がし、倒した。大地は最後に後ろにカナを大事にしろと言い死んだ。残された妹たちは次の日遊園地に行くが、そこには兄、大地の姿はなく、長女の双葉は何も言えず抱きしめるしかなかった。